はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は菊池雄星選手の話をしていきたいなと思っています。現地時間8月20日のドジャース戦に先発した菊池選手、1週間前に首を痛めて急遽先発登板を回避した影響で中12日での先発登板となりましたが、初回と2回ドジャース打線を三者凡退に抑えまして、怪我の影響を感じさせない非常に良い滑り出しを切りました。ただ3回にドジャース打線に捕まってしまって、この回4失点、結局5回途中を投げて4安打5失点4四球のピッチングで今季2敗目を喫してしまいましたね。初回と2回のピッチングを見る限り、今日は調子良さそうだなと思っていたところ、3回に一気に崩れてしまって、結局5回を投げ切れずという非常に悔しいマウンドとなってしまいましたね。今季の防御率も、まだ4先発目ですけれども 6.30 とあまり見栄えのいい成績とは言い難いものにもなってしまっていますね。ただ菊池選手の投げているボール自体は昨年と比べて本当に別人のように良いボールを投げているんですね。こちらが今年そして昨年の球種別の成績となるんですけれども、まず一番最初に目がつくのはやはりフォーシームの平均球速が1年で2マイル上昇しているところですよね。昨年は平均で 92.5 マイルだったフォーシームが今年は平均で 94.9 マイルと、だいたい平均95マイルと考えますと、これは MLB の先発様の中でもかなり上位に来るようなスピードですし、実際にフォーシームの被打率なども見ますと昨年と比べてかなり良くなっていることがわかりますよね。またスタッドキャスト上、今年からカットボールを投げていることになるんですけれども、そのボールも被打率2割3分7厘と非常に結果を残していますし、今やフォーシームよりもカットボールの方が多く投げているような状態ですので、フォーシームとカットボールを混ぜながら相手打者のバットの芯をずらしてゴロを打たせるというシーンも今年は結構見ますので、昨年どの球種も MLB で通用していなかったことを考えますと本当に目覚ましい成長を遂げているんですね。そして指標の面でも菊池選手悪い数字は残していないんですね。今季バレルの打球は一つも打たれていませんし、また今季ホームランも一本も打たれていないんですね。昨年161イニングで36本もホームランを打たれた選手が今季は今のところ4先発で1本もホームランを打たれていないというのは、やはりそれだけ今年から投げ始めたカットボールが長打を抑え込むのに有効に生きているのかなと思いますね。スタッドキャストで計測した打球の質を加味した期待打率 XBA や期待長打率 XSLG といった指標を見てみましても、昨年と比べて劇的に数字が改善していますし、 XSLG については MLB の中でもかなり上位に位置する程度には長打になりそうな打球を抑え込むことができていますし、結果として XERA 打球の質を加味した予測防御率のような指標なんですけれども、こちらも 3.03 と決して悪い数字ではないんですね。現在の防御率は 6.30 と XERA の 3.03 と大きく乖離している状況ですけれども、菊池選手が打たれた今季の打球の質を考えますと防御率についてはもう少し良くなってもおかしくはないという結果が出ていますし、防御率というのは投手の実力だけではなくて味方の守備、それから運の要素も絡んでくる部分ではありますので、今季のマリナーズはお世辞にも守備力が高いチームとは言い難いですし、菊池選手の現在の防御率については多少運の悪さというところも絡んでいるのかなと思いますね。ただ今季の菊池選手のピッチングを見ていると、4先発ですけれども3回か4回ぐらいに一気に崩れてしまうというケースが結構多いようなイメージがあるんですね。で、実際にイニング別の成績を見てみますと、初回と2回は割とスムーズに抑えていることが多いんですね。4先発で初回と2回計8イニング投げているんですけれども、1点しか取られていない中で、ただ3回と4回は今季の4先発で計10失点しているんですね。菊池選手は今季14失点している中で3回と4回が計10失点ということは、菊池選手の失点の大半はこの3回か4回に起きていると。で、実際に20日のドジャース戦についても3回に4失点しているわけですから、3回と4回がちょっと菊池選手にとっては鬼門となっているような状態ですね。3回と4回というのは打順の巡りとしてはだいたい1巡目の終わりか2巡目に差し掛かるぐらいのタイミングだと思うんですけれども、先ほど防御率に関しては運の要素も絡むという話しましたけれども、明らかに3回と4回に集中して打たれる傾向には何か理由があるんじゃないのかなと思いまして、今回その理由を考えてみました。で、その理由が3回と4回に球がばらつく傾向にあるんじゃないのかなと思いました。こちらヒートマップと言いまして、投球をどのコースに投げているかが、色の濃さでその頻度を表している図になるんですけれども、こちら左側が今季4先発の初回のヒートマップで、右側が3回と4回のヒートマップになります。
左側初回のヒートマップは割とストライクゾーンの低めにボールが集まっている傾向、まあ、一番赤いところは、まあ、こちらキャッチャーからの視点になりますので、右バッターのアウトコース、左バッターのインコースにボールが集中していることがこちらのヒートマップからもわかるかと思います。ただこれが3回と4回になりますと、依然として同じようなところが最も赤いところではあるんですが、その赤さが少し薄くなりまして、でさらに青い範囲が広くなっているのがわかりますよね。初回のヒートマップではほとんど青くなっていない部分が、まあ、特に高めのゾーンなどで青くなっていることがわかりますし、このヒートマップからも初回と比べますと3回4回はボールがいろいろなゾーンにばらついていると言ってもいいのかなと思いました。もちろん意図して初回とは違うコースにボールを投げようとしている可能性もあるとは思うんですが、ただおそらくこの3回4回のヒートマップの中には意図せず特定のゾーンに行ってしまったボールもあると思いますので、まあ、そういった意図しないボールが通打されてしまっている可能性があるのかなと思いましたね。ではなぜこのように初回と比べて3回4回はボールがばらつくようになってしまうのかという理由を考えた時にリリースポイントが挙げられるのかなと思いましたね。こちら左側が初回のリリースポイント、そして右側が3回と4回のリリースポイントになるんですけれども、左側初回のリリースポイントと比べて右側の3回4回のリリースポイント、赤い丸の範囲が広くなっていることがわかるかなと思います。これはつまり初回と比べて3回4回はリリースポイントのブレが大きくなっていることを意味します。もちろんリリースポイントは試合中に変わることだってありますし、また3回4回はヒットを打たれてランナー出してセットポジションから投げる機会も多いわけですから、まあ、そういった理由でリリースポイントがブレているという可能性はあるとは思うんですけれども、ただ初回のリリースポイントと比べて明らかにブレは大きくなっていると言えますので、こういったところが球のばらつきにつながっているのかなと思いましたね。菊池選手はオフシーズン中にフォーム改造に取り組んで、結果としてボールが速くなったりと様々な面で進化を遂げたと思いますが、ただ同じフォームで長いイニング投げ続けるという点でまだまだ課題を残しているのかなと今回このリリースポイントを見て思いましたね。なので長いイニングを同じようなフォームで投げ続けることができるようになれば、投球成績も次第に安定してくるのかなと思いますね。まだ4000発しかこなしてないわけですから、まだまだ新しいフォームでいろいろと試行錯誤している部分もおそらくあるでしょうし、次第に結果がついてくればいいのかなと思います。ただ今季は60試合と非常に短いシーズンですし、おそらく菊池選手も多くてもあと6000発7000発程度だと思いますので、早いところきっかけをつかんで結果に結びついてくれると、チームとしても菊池選手本人にとっても良いのかなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、メールイン関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。